現行型とは別物感さえ漂う外観が北米で大きな話題に8月1日に北米トヨタが発表した改良型 GR カローラデザインを見るとロワーグリルのブラックアウト部分が拡大したことでフロントマスクの迫力がさらにアップするなど見方によっては別物感さえ漂う変貌を遂げている また走りの面についても、ショックアブソーバーに手が入れられたことで、走りの質感がレベルアップしている模様。加えて注目のエンジンは、1.6リッター直三ターボの最大トルクが 30NM アップの 400NM。最高出力は従来型と同様 304PS へと引き上げられ、限定70台で販売された、 モリゾーエディションに並んだ8速 AT の新設定でファミリーカーの選択肢もそして最もファンに響きそうなのがこれまでなかった AT 車の新設定画像レーシングダイレクトオートマチックトランスミッション GR ダットと名付けられた GR ヤリスと同じ8速 AT はドライバーの加減速操作を学習し レーシングドライバーと同じタイミングで自動変速してくれるというもの AT 限定免許でも運転できるためファミリーカーとしての選択肢に入れられるようになったことが最大のメリットだろう YouTube には早速この改良型 GR カローラのレビュー動画がアップされ数日で数万回を超える再生回数を記録 コメント欄も賞賛で溢れているから。グローバルな注目度合いも相当のようだ。日本導入時期は未定。そもそも導入されるのか魅力大幅アップで太鼓判を押せる改良型 GR カローラなのだが、唯一にして最大の問題は日本導入時期が決まってないことだろう。現地では混沌から販売開始となるようなので、 従来型のワールドプレミア2022年6月1日と国内受注開始時期同年12月2日を考えると来夏には改良型の国内注文受付が始まってもおかしくないが現時点では情報が全くないここで気になるのがベースモデルとなるカローラスポーツの国内における存在感低下だ こう書くと、いやいやカローラは7月の国内販売台数2位だし、セールス絶好調でしょという声が聞こえてきそうだが、それはカローラクロスなどすべてを含めたカローラファミリーとしての実績。中でも SUV のカローラクロスが目下売れまくっており、これがファミリーの2023年度販売実績約15万台で、 見ても4割以上を占めている。一方、国内では C セグメントハッチバックの人気が今一つだからか。カローラスポーツを街で見かける機会はカローラクロスに比べて、断然少ないのが現実だ。つまり、それほど台数が見込めないカローラスポーツを、さらに尖った仕様とした GR カローラは、 国内導入しても売れ行きが期待できないため、そもそも日本での販売は計画していない可能性も否定できない。とはいえ従来型も販売が危ぶまれていたが発売した。ただ、振り返ると従来型も当初国内販売が危ぶまれたものの、最終的には日本導入が発表され、蓋を開けてみれば限定車ではない。 RZ グレードですら抽選販売となった経緯があるそれゆえ今回も国内から導入を待ち望む声が上がればトヨタが何らかのアクションを起こす可能性は十分にあるだろうということで日本導入を大いに期待したい改良型 GR カローラ「GR ヤリスは家族で乗るには狭すぎるから買っちゃダメ」 と言われ涙を飲んでいる世の車好きお父さんは、声を大にして国内導入を訴えるべきかもしれない。